葉っぱか。こっちじゃないんかい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ということで、今回はあれかな、ここまで来たけど、多分ポケモンタワーはシルフスコープがいるんやと思うんやけど、最近ポケモンタワーに幽霊が出るらしいんだ。どうもロケット団にさらわれて行方がわからなかったポケモンの幽霊らしい。何ここ。ここは愛のボランティアポケモンハウス。ポケモンハウス、ポケモンドエスケクラブとは別。でもそんな感じじゃないの、違うの。あれか、身寄りのないポケモンたちは、なんか身寄りないポケモンいっぱいおるけど草むらに。おかしいな、フジ老人がいないぞ。どこに行ったのかな。誰ですか、富士老人。豪華商品が当たる月刊ポケモンの友ビッグプレゼント。応募方法は、あら、切り取ってある。応募したのね。ここはもともと富士じいちゃんのお家なの。じいちゃん優しいのよ。捨てられたり飼えなくなったポケモンを預かって世話してるの。多分出て行ったらもっといっぱいあると思うよね。見てこれ、かわいい。めっちゃかわいいんやけど、ピカチュウとカラカラガラガラプラプラスや。さあ、なんかね、このシオンタウンの音楽が苦手っていう人が結構おるんやけど、私何も思ったことなかったんよね。ああどうも。ああどうも。体を伸ばしてリラックスしてる。ほらピカチュウもリラックスしてるよ。ここはポケモンのお墓で有名なタウンだ。飼っていたポケモンが死んだ時、ポケモンタワーに持って行って冥福を祈るのさ。ポケモンタワーに持って行くんならね、そりゃ幽霊ぐらい出るだろうさ。ここはシオンタウン。シオンは紫と尊い色。あなたは幽霊はいると思う？いると思うよ。信じてる人っているんだ。え、いると思うでしょ。思わないの、みんな。どうなの？はぁ、お香の香りに癒される。なんかいいね。こういうなんかおばあちゃんでもポケモンを飼っているという。やっぱペットみたいな感覚なんかな。このリアルでいうところの。ポケモンの名前を変えるときは愛情を込めてあげてね。自分が変な名前つけられたら悲しいものね。ポケモンの名前を変えてくれる人かと思った。なんか生命なんちゃらかんちゃらみたいなおったことない。生命判断士やった。何やったっけ。忘れたけど。はい、どうも。その富士じいちゃんはどこ行ったのね。私、ロケット団を許さないわ。お世話しているカラカラのお母さんのガラガラがロケット団に捕まって二度と帰ってこなかったの。この絵に描かれとったのはガラガラなんかな、関係ないんかな、あれは。なんかピカチュウと楽しそうにしとったやつ。それであれよね、カラカラがここにいるんじゃなかろうかと会いに行ったということよね、きっと。ポケモンタワーでは騒いじゃダメ。騒がないよ、大丈夫。あ、ここはポケモンの礼拝とポケモンタワー。とりあえず行ってみようかな。あ、ポケモンタワー、ポケモンタワーって、一回こんな感じやった？なんか人いっぱいおるんやけど。あなたもお墓参りに来たの？ポケモン思いの女の子ね。え、なんかさ、入ってすぐダンジョンみたいな感じじゃなかったっけ？あれ？こんなんやったっけ？なんか綺麗なんですけど。死んだピッピのことが忘れられん。いかん、涙が出てきよった。まあ、可愛がってたらそうなりますよね。背後からは話しかけれない。あらあらあら、可愛らしい子ね。ポケモンタワーに登りたいの？あらあら、優しい子ね。そうだわ。ちゃんとした服で会いに行ってあげたら、ポケモンたちもっと喜んでくれるかも。お？アイナはおばあさんからよそ行きセットをもらった。よそ行きセットやって、ちょっと着替えよう。足元つつかないで。あ、足元つつかないでください。よそ行きセット、よそ行きセット。なんかあれやね、なかなか EV 側の、あ、かわいい。EV 側の服がなかなか集まらないね。それは自分で買わないといけないの？あれか、要は、お葬式とかに、で行けるような、まあ、なんか足めっちゃ出とるけど。足はめっちゃ出ているけれども、嘘行きバッグ。こんな感じ。まあ、なんか式典とかに出られますよっていう感じの格好やね。パリッと。何？受付？ああ、私のガーディ、どうして死んでしまったの？ポケモンにだって寿命はあるんだ。ポケモンタワーは死んだポケモンを慰めるため建てられた塔です。
もしかして普通に行けるこれ。私は祈祷師。どうも上の階に迷える魂を感じる。すごいよね。なんかこういう着とる服とかさ、格好がはっきり見えるのちょっと楽しいな。あ、すごい。シゲルオリアン。お主、迷いさまよい幽霊の正体は我々でもつかめない。もし特別な道具が、シルフスコープさえあれば、見破れるかもしれないが。シルフスコープってどこで手に入るんやっけ？どうした？何か見えるの？アイヌじゃん。こんなところになんで？まさかアイヌのポケモン死んじゃったのか？違うよ、君こそなんでだよ。なんだ、違うのか。よかった。でも一応アイヌのポケモンたちが元気か見てやるよ。そういう回復してくれるんかと思ったよ、一瞬。元気かどうか確かめるのに戦闘ってどうなの？お、いいじゃん。さあ、ここはピカチュウを使っていきましょう。一応ね、ロコンを多少育てたから、手持ちのポケモンに入れてみたんだけど、ロコン活躍してくれるかな。トカゲとかも育てていきたいんよね。でもこう、ゲームを開いてない時でもさ、モンスターボールに入れて、持ち運ぶことで、レベルが上がるっていうのはほんとすごいいいよね。助けてー助けてー。ちょ、待って、効果抜群より絶対向こうの方が効いとるやろ。絶対あっちの攻撃の方が効いとるやろ、これ。待って、回復回復。あれ、いい傷薬とか私拾ってなかったっけ？あったあった。はい。ピカチュウに。ね、これは何？レベルの差？でもレベル27、こっち、あ、こっちの方がまあレベル3つぐらい下なんか。言うてでも3つしか変わらんのに。10万ボルトとかでいこう。はい。いけ、ピカチュウ、10万ボルト。あー、もう威力が全然違う。同じ効果抜群でもこんなに違うもんなんか。やばいな。お、もうちょっとレベル上がりそうやったけど。サイハナ。こっちがロコンやね。はい、行きましょう。あれかな、手持ちにあと水ポケモンが。あ、てか私、あれやない。ゼニガメを受け取ってなくない？もう60匹。あ、60匹やったよね、確か。図鑑の。あれやな、まだまだなんか、空、あれか、技術に変わっとるってことは、空を飛ぶもなんか違う名前になっとるってことか。え、効果抜群なのに。あ、でもちょっとレベル差が結構あるんか、21とかやったよね。あ、でも炎の渦は結構長引いてくれるから。やばくない？効果抜群でこれはやばくないっすか？やばすぎるんだけど、早くもっとレベルを上げたいです。いいぞいいぞ、さっきから何も当たってないぞ。いい感じいい感じ。これでね、2回攻撃できるのと同じことやけん。やめてよ、回復しないでよ、せっかくここまで。あー、全開した。せっかく地道に減らしてきたのに、ここまで。この炎の渦はさ、それで消えるんやっけ？相手が倒れるまでずっと続くんやった。鎮火しないよね。鎮火しませんよね。燃え続けますよね。こんだけ燃えとってさ、どうなん、やられんって。強すぎん。あー、眠り粉飛ばされたよ。いやー、ロコン来て。ロコン、あ、ほら、炎の渦から解放されるやん。マジか。どうやったらその火が鎮火するの？あ、目覚めた。目覚めた。よかった。目覚めんまんま行くかと思ったよ。ん、あとちょっとやね。あとちょっとなんやけど、その前にこっちが死にそうな感じがするんよね。ちょっと、あれやね、しげる相手にこんなに苦戦していては、よろしくないぞ。もうちょっと、炎タイプを強化していきたい。トカゲでも、ロコンでもいいんだけれど。え、やばいやばいやばい。
でもこれあと1回でいけると思うんやけど、でもそのあと1回がこっちのターンになるのか棒のターンなのか。アネフリゴナ使ってきた、聞かないでくれ。あ、聞いた聞いたけど、でもこれ私あれやん、炎の渦でいけるやろ。えい、オッケー。あ、びっくりした。とどまるんかと思った今。めっちゃ微妙に残るんかと思った。はい、オッケー。これもうレベル上がってもいいぐらい苦戦したよ。はい、ミュートピカチュウレベルアップ。お、ライチュウ、ライチュウ相手やったらもうゴローンかな。さあゴローン行きましょう。まあ、でもここ効果抜群ではなかったと思うけど、まあ、でもね、マティス相手に頑張ってくれたゴローンなので、シゲルのライチュウ相手でも大丈夫でしょう。てかこれさ、思ったんやけど、相棒ポケモンってさ、この中で進化せんっていうやん。シゲルの相棒は普通に進化するのね。めっちゃ普通に進化するのね、そこ。お、いけ、岩落とし。こっちのターンではなかった。いけ、岩落とし。一発でいくかと思ったのに。なんか、岩なだれやったらいったかな。あ、いけ、岩落とし。いけ。なんかさ、こう、見た感じではなんかダメージそんなに情けないんやけどね。地味に痛いんかな。元気すぎじゃん？言ってちょっとロコンがやられかけました。あ、しまった。勝負してたらカラカラがどっか行っちゃった。あゆな、カラカラ知ってる？この世をかぶったポケモンなんだぜ。あのカラカラ、何かを探してるみたいだったけど、もっと上の階に上がったのかな？お、イーブイが何かを。なになに？イーブイはシゲルのポケモンとまた会えてはしゃいでる。あ、なるほど、そういうことね。そういうことね。何かしらちょっと、カラカラを心配したりとか、そういう方向かと思ったよ。てか、もっと上の階に上がったのかな、で、移動していくんかと思ったら違うんかい。これあれかな？上の方の階に行ったらロケット団とかおったんやったっけ？違った？ここのコーチトレーナーさんよ。これは、あ、でもそっか。ポケモンは出てこんのかな？シルフスコープがなかったら。あ、どうも。なんかあれやん、元々のやつはさ、昔の、初期の時のやつはシルフスコープを使わんかったら、一応なんか、何？一応なんかポケモン自体は出てくるんやけど、なんか正体がわからんみたいな感じやってん。これではどうなんやろ。ブルブル、問い詰めたい。怖がりの私がポケモンタワー担当になった件について。ブルブル。あ、勝負ですか？私強いですよ。本当に強い。大丈夫？ブルブル、行きますよ。あそこはポケモンの強さやけん、この人は関係ないんかな。コーチトレーナーのヘシマが勝負を仕掛けてきた。本当、なんで怖がりな人が、なんやろ。もっと、なんかこう、丈夫な人というか、おったんじゃないの。どうなの？はい、ちょっと、不思議花に入れ替えていきます。ロコン寝てるし。ロコン寝てるし。あ、でも一応一旦出たから、レベルは上がるでしょう。経験値がもらえる。思ったけど、ロコン引っ込める直前目開いとったよね。起きてるじゃねえか。寝たふりですか。いけー、葉っぱか。こっちじゃないんかい。いけー、葉っぱかったー。イエーイ、一発。よっよっ。ああ、まだか。まだ上がらないか。ブルブル、君の強さに震えてる。本当に？そういうのじゃないやろ。ここの怖さでしょ。少し気が紛れました。そこら辺に落ちてたものあげます。そこら辺に落ちてたもの？お、イーブイの飴、ありがとう。言い方がちょっとあれやけど。ポケモンを強くする飴。私も飴ボトルに入れて大切に保管してます。いざという時になったら使おうかなと思いつつ。どう？なんで私の後ろから来るんだよ。先に行けよ。おい、カラカラ。あれやろ、怖いかどうかを先に、私に、見させてからっていう。見当たらないなぁ。お？あれは？あ、やっぱり正体わからん感じなんやね。お、おば、おば。
正体見えたところでお化けなんだけどね。ゴーストかゴーストやけんね。立ち去れ。立ち去れ。あ、カラカラ来た。え、めえ。そんな鳴き声なの。え、カラカラ君、威嚇できるの？まあ。なんか、しょぼしょぼと帰っていく。カラカラはなんだか寂しそうに降りていった。お母さんではなかったということか。あ、なんかイーブイが何か言いたげやった、今。どうした、イーブイ。怖い、急に。イーブイは周りの雰囲気が怖くてすっかり怯えちゃってる。あ、まあ、確かに、一階は、まあ、雰囲気は一緒なんやけど、幽霊を見た後やけん余計って感じかな。カラカラどこ行った？あ、シゲルは一目散に逃げ帰って行ったけど。男らしくないな。お、これは、カラカラがおるパターンかと思ったらおらんやないか。何？何かあった？揺れる花を楽しそうに眺めてる。どこに行ったらカラカラがおるんかな。ああ、ロケット団。ちょ、カラカラのお母さんは、高木様のためにシオンタウンまで来たけど、藤ってじいさんどこにもいないじゃない。あと探してないのはポケモンタウンのてっぺんとか？変な幽霊が邪魔で上まで行けないのよね。あ、カラカラが、ロケット団に復讐しに。なんかニュース喜んどったけど。じいさんは見つけられなかったが、このカラカラだけでも明日までさらっていこうぜ。なんで？そうね。タウンシティのロケットゲームコーナーに来ましょう。あ？はいはい。あんたのママはタウンシティに待ちよー。一緒に行きましょね。ねえ、絶対嘘やん。絶対嘘やん。そうと決まれば、それ急げー。あ、もう捕まえることなくカラカラが普通に追いかけていってしまった。大変なものを見てしまった。絶対さっきから見よったやろ。早く行けよ。君見た？ロケット団がカラカラを連れてっちゃった。タウンシティに向かったらしいけど、骨を取って高く売るつもりなのかも。え？あの骨を剥ぎ取っちゃうんですか？あ、じゃあ次は玉虫シティか、山吹シティかと思って。そっちが先なのね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次はタマムシシティってことは、エリカ、草タイプだね。このタイプのロコンをちょっと強化していかなければ。